帝王は倉島領著の小説、またこれを原作とした関口太郎による漫画。漫画は小学館発行の漫画雑誌ビッグコミックスピリッツに2006年5 5号から2008年39号まで連載された。2009年7月から9月まで毎日放送 TBS 系で塚本隆主演でテレビドラマ化された。甲子園を目指し、 野球に打ち込んだ工業高校を卒業後、章は好きな野球が続けられるという理由から野球部のある工場の作業員となったが入社から半年が経つ頃に単純作業ばかりの生活に嫌気がさして退職。その後、親友の誘いでトラック運転手になるが、その親友が仕事中に自己死してしまったショックから退職してしまい、自宅に閉じこもってしまう。そんなある日、 友人が、ナンバーワンホストに彼女を奪われたことがきっかけとなり、章はホストの世界に身を投じた。金も骨も学歴もなく、酒が一滴も飲めないが、その人柄で章はナンバーワンホストにのし上がっていく。その後、23歳でキャバクラを出店するも、調理場の火事で店を消失。さらに知人や部下にも裏切られ、巨額の借金を背負わされた。 そんな逆境に立たされながらも、やがて実業家として、急成長を遂げ、海外進出まで果たす。キャバクラチェーン木崎グループのオーナー、輝崎翔を主人公のモデルとし、波乱に満ちた彼の反省をもとに描かれたサクセスストーリー。小学館ビッグコミックス2007年3月30日。 ISBN 978から4から0918116772007年6月29日 ISBN 978から4から0918124522007年9月28日 ISBN 978から4から0918144872007年12月31日 ISBN 978から4から0918155902008年3月28日 ISBN 978から4から0918176932008年6月30日 ISBN 978から4から0 9 1 8 2 0 0 8 2二0 0 8年9月30日 ISBN 978から4から0918214302008年11月28日 ISBN 978から4から091822185毎日放送では2009年7月10日より金曜ナイト劇場枠で TBS では2009年7月15日より放送された塚本隆は本作が民放の連続ドラマ初主演となる その他、塚本がサッカー少年だったことから、主人公が高校時代にやっていたスポーツが、原作の野球からサッカーに変更された。2011年12月16日より、CS 専門チャンネルチャンネル猫に手には連続で再放送された。帝王に関するカテゴリー、ありがとうございます。